皆さんこんにちは。2023年土地家屋調査士オリエンテーション始めていきたいと思います。担当はレク専任講師の松本です。よろしくお願いします。はい、皆様、いよいよですね、2023年合格目標の学習経験者向けの講座がスタートすることになります。この動画をご覧になられている皆様の多くは2022年の土地家屋調査士試験本試験を受験された、そしてそこで思ったように得点することができなかった、悔しい思いをされた方というのが大半になってくるかと思います。ぜひ皆さん、2023年度本試験はこの動画をご覧になられている皆様全員合格していただけますように、ね、これから本試験までぜひ学習を継続していただけますようお願いいたします。はい、今回はですね、オリエンテーションということになるんですけれども、通常の何か皆様に教材ですとかレジュメをご提供して講義を進めていきますよとか、何か皆様に演習をしていただきますよとか、そういうものではなくてですね、じゃあこの動画の中では何をお話ししていくのかと申しますと、大きく分けて2つお話ししたいと思っております。1つ目が学習計画、本試験までの学習計画をちょっと一緒に皆様考えていきましょうというお話になります。もう1つ、2つ目ですね、2つ目はこの動画をご視聴なさっている皆様のお手元にはレックのベーシックテキストが全5冊届いているかと思います。ないよっていう方は必ずレックに連絡してくださいね。ベーシックテキストが全5冊お手元にあるかと思います。このベーシックテキストの活用法について少しお話しすることができたらなと思っております。ですので、通常の講義のように何かやってる最中に覚えていただくですとか、何か演習していただくとか、そういうものではございませんので、気楽に、ただ来年の本試験までどうやって過ごしていくんだっていうイメージをね、少し持っていただければこの動画の中では幸いです。それではですね、早速入っていきたいと思います。はい、それではですね、学習計画について皆様一緒に考えていきましょう。学習計画、学習のスケジューリングですね。令和5年度2023年の土地家屋調査試験本試験、例年通り特に問題がなければ10月の第3日曜日、令和5年ですと10月の15日に実施されることになろうかと思います。10月の15日です。ということは10月の15日がもう学習の締め切りになります。まだちょっと学習が終わってないんで、11月とか12月にしてくださいっていうのは無理なわけです。それはないわけです。ということは10月の15日に皆様の知識も技術もメンタル含めたコンディションのすべてを一番いい状態で迎えてほしいわけです。そのためにどういう学習を進めていったらいいのかっていうのを、ね、ここでこの場で少しざっくりですけど考えていきたいなって思います。で、またそのスケジュールなんですけれども、皆様ね、何をお仕事とか、まあ、家事ですとか、皆様いろいろなことをされていると思いますので、必ずしもこの時期にこれだけの時間が確保できますよっていうことはないかと思います。皆様それぞれ、人それぞれ繁忙期ですとか、そういうものがあると思いますので、そういうのは皆様各自修正していただく。今回ここでお話しするのは、一般的にとりあえず順調に学習が進むんでしたらどれぐらいに何をやりましょうっていうお話をさせていただきますので、皆様それぞれ、ね、お一人お一人の事情につきましてはぜひそれを踏まえて修正していっていただきたいなと思います。はい、それではですね、本試験の締め切りが決まっていますので、まず逆算して考えていきましょう。それでは皆さん、本試験1ヶ月前から何されてますかね。1ヶ月前で、今この場で答えられなくてもいいんですけれど、この後少しお話ししていくことにもつながってきますので、本試験1ヶ月前っていうのは皆様が一番最後まで残った弱点を修正していく、補填していく学習っていうのがメインになってくるかと思います。まずそれを頭に一旦入れておいてください。最後の1ヶ月っていうのはそういう時間なんだぞって。じゃあその前3ヶ月とか、その前後前何をされていますかね。まあ、多くの方が、まあ、レックの講座を基準に考えますと、まあ、他社さんでもいいんですけれども、それぐらいの時期といいますと東レン模試、このあたりを皆さんやっている時期になろうかと思います。で、東レン模試、レックで考えてみましょう。レック東レン模試、大きく分けて3つございます。3つ。1つ目、一番最初に行われるのが範囲指定東レンです。範囲指定東レン、これが全6回になります。次に行われるのが直前ファイナル東レン、全国公開模試。これらは直前ファイナル東レンという形で
統一させてください。これが全8回、公開模試と合わせて全8回ございます。最後3つ目が、これは解説ですとか添削はないんですけれども、最終チェックテスト、最終チェックテストと呼ばれるものが全2回ございます。はい。で、まず今この場で皆様と一つお約束をしていただきたいんです。私と皆様で一つお約束していただきたいです。それは何か、最終チェックテストは一旦置いておいてください。最終チェックテストは一旦置いておいて、範囲指定答練全6回と直前ファイナル答練公開模試全8回、計14回の答案なんですけれども、皆様約束してください。必ず期日までに提出するようにしてください。必ずです。いや当然ですよっておっしゃってくださる方はいいんです。ただ出さない方がいらっしゃるので、必ず提出するようにさせてください。なぜかっていうところは、パンフレットですとかそういうものには書いてあるんですけれども、例えば提出していただければ、ご自身のどの辺にいますよっていう順位がわかるとか、皆様の正答率がどれぐらいであるとか、あとは大事なところですけど、添削は大事ですよ。これはぜひやっていただきたい。ただそれらよりももっと大切なことがあるから、私は提出してくださいってお伝えしてるんです。何だと思いますか？提出していただくことを約束していただければ、提出していただく前に必ず問題解くじゃないですか。こっちが大事なんです。解いていただくことが何より大事なんです。いやそんな当然解きますよって言っていただく方、それはもうすごく真面目な方でいいことです。ただ私みたいな怠惰な人間ですと、提出しなくてもいいかもっていうことをやってしまうと、ニアリーイコールでやらなくてもいいんじゃないかっていう、そっちの発想になってしまうんですね。だから提出することは絶対にまずもう決めちゃいましょう。ここでお約束しましょう。提出すればやりますね。白紙のまんま名前だけ書いて提出するなんてことは皆さん多分やらないと思いますので、提出するってまず決めていただければ、必ず問題解いていただきます。で問題解いていただければ、提出していただければ添削も成績とかその順位とかも分かりますので、でぜひ添削活用してください。提出していただくためにやっていただくことがまず大事なんですけれども、提出していただいて、その上の添削はぜひ活用してください。皆様結構添削何が大事か、自分ではあれ正解してるんじゃないかなって思って書いてることが意外と書けてなかったり、第三者から見たときにあれそれは間違ってるんじゃないっていう気づきができたりします。そして何より大切なのが図面のズレですね。図面のズレ、これ皆様気になるところですよね。でこの図面のズレにつきましては、皆様の感覚が一人一人ちょっと違うものでして、これぐらいのズレいいよねって思われる幅がだいぶ差があるんですよね。本当に何でしょうね、どう見てもズレてますよねっていう図面も、中にはいやこれぐらいいいんじゃないのって思われる方もいらっしゃるんです。だからやっぱりそういうズレとかも第三者の方に見ていただくっていう機会は必ず設けていただきたい。だから提出していただく、でもその前にまずやっていただきたいんで、必ず提出するということをお約束してください。これは今ここで私と皆様で約束していただきたいんです。よろしくお願いします。でちなみに先ほどお伝えしました、ご自身で書かれていることが間違ってるかもしれない、で具体的に私もあったんです。ファイナル答練、私もレックの受講生だったんですけれども、ファイナル答練を受講するまで実は気づかなかったっていうことが本当にあったんです。でそれは何かっていうところになるんです。これから最後にちょっとお見せすることにはなると思うんですけれども、構成登記ってありますよね。知識構成とか知目構成とか、あの構成登記の構成の正の字ですね。あの正の字、ちょっと皆様逆向きになるかと思うんです。あの正の字、私ずっとファイナル答練の添削していただくまでずっと正の字は生きるで書いてたんです。悪い人がいい人になりました、構成しましたっていう、あの生きるで構成ってずっと書いてたんです。で何も疑わなかったんです。添削されて初めて、あ漢字間違ってるって、そこに気づいたんです。でもそれでも当然本試験です、減点になるわけじゃないですか。そういうところも意外とご自身で気づかないところっていうのはありますので、ぜひ添削も活用していただくっていう意味でも、必ずやっていただく、そして必ず提出していただく、お願いいたします。でただその後答練の順位とか出ますよね。実際パンフレットとかにはご自身の立ち位置分かりますよとかって書いてあるんですけれども、まあ、正直私個人の意見になるんですけれども、あまり順位とか点数とかは答練においては気にされなくてもいいんじゃないかなっていう、あまり問題にしなくてもいいんじゃないかなっていうのが正直なところです。まあ、当然なぜならっていうところになるんですけど、もう当然本試験の順位とは違うじゃないですか。
当連で100点取れたって本試験で合格点取れなくちゃ意味ないわけなんです。当連の意味というのは、皆様が理解できている箇所と理解できていない箇所を明確にして、そこを修正していくという作業が一番当連の必要な、ね、やるべきことになりますので、ですので順位っていうのはまあ出ますけど、あまりそれは気になさらずに、まずはやっていただく、提出していただく、そして添削も見る、このね3つやっていただけますといいと思います。はい、で話ちょっとね逸れてしまったんですけれど、直前期の学習に戻します。で直前期の学習、今3つ当連模試最終チェックテストも含めてですよ、あるとお伝えしました。じゃあ直前期の学習になるんですけれど、一番最初に行われるのが範囲指定当連というものになります。範囲指定当連です。じゃあ範囲指定当連いつから始まるんですかっていうお話になるんですけれども、通学生の方を基準にしますと6月の頭から始まることになります。通信生の方ですと、もう少し早くウェブで見られたり教材が届いたりっていうことになるかと思うんですけれども、ベースとしましては6月の頭から始めていただくような形になるかと思います。ということはです、ということはですよ、ということは6月に範囲指定当連が始まるんですから、皆様インプット学習は5月いっぱいまでに終わらせたいですね。5月いっぱいまでに、はい、そうですよね。当連ね、やっぱりインプット終わってからやりたいですもんね、皆さんね。はい、その上でです、その上で皆様がどのタイミングでこの動画を見られているかっていうのは私はわからないんですけれども、まあ遅くとも2022年の年内には見ていただいてるんじゃないかなと思って、で見ていただいてるものとしてこれから少しお話しさせていただきたいと思います。ということは年明けから5月いっぱいまでのインプットをまず考えます。もっと早くできる方はぜひやっていただきたいんですよ。ただ年明けからじゃあ5月いっぱい、5ヶ月ですね、5ヶ月、この5ヶ月にどういう学習計画を立てていきましょうかというお話になります。でそのために皆様にまずやっていただきたいことが、1ヶ月です。1ヶ月の期間で、まあないし1ヶ月半でもいいです。ただ分かりやすく1ヶ月で一通りの学習をぐるーっと一周できるような学習計画を立ててほしいんです。1ヶ月で一周です。でもっと言ってしまいますと、1ヶ月で一周ですので、その一周が決まりますと、1週間で、そのうちの例えば4週でしたら4分割したうちの1週間でどれぐらいの学習をしていただきたいかっていうのを決めていただきたいんです。うん、でなんで1ヶ月なのかっていうお話になります。先生、私は学習勉強する期間っていうのが結構取れるんで2週間で一通り学習回せます、うん、もしくは先生、私ちょっと忙しすぎて全然学習回せないので3ヶ月でやっと1周回せます。例えばこの1周がそうですね、過去問の択一、皆さんは奥が10年分とかやっていらっしゃるんですかね。例えば10年分でしたら、じゃあこの10年分を1ヶ月で一通り回す。でも先生、2ヶ月で私は回せます。逆に3ヶ月じゃないと回せません。はい、なぜ1ヶ月から1ヶ月半なのか。2週間で回すことができる方、この方はまあ学習の時間というのがまず多く取れるっていう方で、かつ学習意欲がすごくある方だと思います。それはとても素晴らしいことです。でそういう学習何度も繰り返されている方の相談っていうのも事実私は受けておりました。ただ皆さん、2週間で一通り学習していることを考えてみてください。何が起きるか。問題覚えてません。特に書式問題覚えてませんかね。いや先生、私忘れっぽいんでやってもすぐ忘れちゃうんで大丈夫ですっておっしゃってる方、心当たりありませんかね。例えばですよ、土地の問題です。座標値算出してください。第1問で大体出てきますね。座標値算出してください。算出しました。数字。あれ、なんか見覚えない数字出てきたな。ちょっともう一回計算し直してみよう。あ、よかったよかった。覚えてる数字。なんかなんとなく記憶にある綺麗な数字出てきた。よかった。これ、心当たりありませんか、皆さん。十分覚えてますからね、もうこの時点で。当然、本試験は初めて解く問題なんですよ。初めて解く問題に、この数字覚えがないなとか、違和感感じるなってありえないんですよ。当然ですよね。でまだ解いてる時にこの数字、うん、なんか算出したけど、まあ、見覚えがないけど、まあしょうがない、続けるかならまだいいんですけれども、そこで出てきた数字、あれ違和感感じるな、もう一回計算し直してみよう、ああよかった出せた出せたちゃんと、
というやり方は、皆さんその座標値を出すやり方をここでもう一度復習するという点に関しましては、まあ一つやり方としていいのかもしれないですけれど、本試験で得点をするということを考えたときには、これは間違ったやり方です。当然ですよね。先ほどもお伝えしました、本試験で違和感があるとか、逆に何でしょう、安堵感を覚えるような数字なんてありえないわけですから。でもそういう心当たりありませんか？完璧に答え覚えてなくても、そういうところで覚えてしまってたら、得点力、本試験で得点力を上げるという意味での学習はやっぱりそれはよろしくないと思います。じゃあ逆にです、先生、3ヶ月、先ほどお伝えしました、じゃあ3ヶ月も空いてれば忘れてていいんじゃないですか？うん、いいと思います、忘れてて。ただ完全に忘れてますよ、今度は今度は 100% とは言わないですけれど、限りなくゼロに近い状態まで忘れちゃってますよ。それでしたらこの3ヶ月やったこと全部無駄になっちゃうじゃないですか。無駄とは言いませんけれども、せっかく覚えてほぼ忘れて、覚えてほぼ忘れて、それじゃあもったいないですし、先ほどお伝えしました、5ヶ月年明けから始めていただければ、範囲指定当連まで5ヶ月インプットの期間があります。3ヶ月かかってしまったら2周もできないですよね。そうですよね。だからじゃあどれぐらいの塩梅でやったらいいんですかっていうところで、私が思うのが、1ヶ月から1ヶ月半やっていただく、1ヶ月半で1周していただく学習をするのがいいんじゃないかなって今皆さんにお勧めしております。でこの1ヶ月に1周、例えばですけれど、過去問、先ほどお伝えしました、じゃあ過去問10年分を1ヶ月で回すんだっていうことを考えてみましょう。過去問10年分ですよ、1ヶ月で1周回してみるんだっていうことを考えますと、過去問10年分ですから、択一ですと、択一ですと1年で20問なので10年で200問ですね。合ってますよね。10年で200問ですよね。じゃあ書式については、書式については土地と建物1問ずつ計2問で10年分、じゃあ20問か。そうですね、択一200問の書式が20問という形になろうかと思います。じゃあそれ1ヶ月で、1ヶ月でそれを回すんですから、1週間では単純に、まあ4週あると考えましょう、1ヶ月が4週と考えまして、単純に割ってみますと、択一が50問です。で書式が5問、1週間で5問、これを1週間の中でどうやって学習進めていくかっていうのを皆さんに考えていただきたいんです。まずは1ヶ月で何をやるかっていうのも考えていただきたいんです。でそれを考えていただいた上で、これ皆様ね、取ってる講座とか持っている教材、お持ちになっている教材が違うので、1ヶ月何をするかっていうのはまず皆さんにある程度決めていただきたいんです。でこれは無理のない範囲で決めてください。初めからほぼ 100% みたいな状態で1ヶ月これやるってなると、後々やっぱり何かちょっとスケジュール崩れた時とか、何か急遽予定入ってしまって何日間か勉強ができなくなってしまったみたいなことがあると、やっぱり辛くなってきますので、ある程度ゆとりを持っておく、8割ぐらいでいいと思います。8割ぐらいの力、それぐらいの時間を使うっていう形で、1ヶ月に1周学習が回せるように。で話を戻します。1週間で1ヶ月の計画が立てられましたら、1週間でどれぐらいを進めたらいいのか。でこれを皆様、例えば平日お仕事されている方でしたら、平日は1日1時間しかできないんだ、でもその代わり土日だったらそれぞれ5時間ずつぐらいは勉強できるかなって、そういうふうに考えていただきたいんです。それで1週間にやる計画というのを考えてほしい。でなぜ1ヶ月かっていうもう一つの理由です。皆様、先ほどね、年明けから何度もお伝えしてるんですけど、年明けから範囲指定取れまで5ヶ月あるとお伝えしました。1ヶ月で1周回していただきますと、5周回せることになりますね。単純に考えて5周回せますよね。でどの講座、どの講師も結構言うと思うんですけど、お伝え、皆様にお伝えするかと思うんですけれども、大体どの講座どの教材も5周してくださいって言われませんかね。5回ぐらい回してほしいって言われませんかね。そのために1ヶ月で一回り、それを5ヶ月やって5回、ぜひ皆さんやってみてください。本当にそれぞれ皆さんね、使える時間などが違うので、一概にこれぐらいやってくださいっていう基準はお示しできないんですけれども、1ヶ月で1周をする、そのためには1週間でこれぐらいの勉強量を確保するっていうことをやってみてください。でもしもです、もしも範囲指定当連までに
反指定等値6月の頭ですね。なので5月いっぱいまでに、例えばですけれど、その勉強するのが5回回せませんでした、2回しか回せませんでした、まあ、もしくは3回ぐらい、もっと言っちゃえば1回しか回せませんでした、そういう方はどうしたらいいか。当連やらなくていいですか？それはダメです。最初にお伝えしました、範囲指定当連とファイナル当連、これ皆様と先ほどお約束しましたよね。一方的に私が今約束したことにしてるだけですけれども、皆様約束してくださいね。範囲指定当連とファイナル当連の計14回は必ず答案はやって提出してください。特に通信の方ですよ。通学で当連受験される方はもうそのまま提出していただければいいですけど、通信の方ね、必ず範囲指定当連とファイナル当連は公開模試も含めてですね、提出するようにしてください。じゃあインプット5月までに終わりませんでした、どうしましょうなんですけれど、これはですね、ぜひ範囲指定当連をインプットとして活用してみてください。結構私そうやってお伝えします。そういうご質問されることも結構あったので、範囲指定当連の手前ぐらいで、全然まだ当連を受けるレベルにないんですけれども、当連って受けても意味がありますかっていうご質問結構いただいてます。ただそれに対して私はいつも範囲指定当連をぜひじゃあインプットとして活用してみてくださいってお伝えしています。範囲指定当連、その名の通りなんですけれども、範囲を指定している当連になります。例えばですけれど、民法だったら民法相続物件で、民法だとちょっと分かりづらいですけど、例えば不動産登記法でしたら管轄登記場とか添付情報とか、それぐらいまでで、もっと詳しくね出すこともあるんですけれども、それぐらいは分かっている。じゃあ5月までにインプットを終えていただいた方でしたら、じゃあそのインプット正しくできてたかなっていう確認に使っていただく、それが元々の範囲指定当連の使い方なんです。本来はです、インプットを正確に終えていただいて、範囲指定当連でそのインプット大丈夫だったかなっていうことを確認していただきたいんです。じゃあインプットが終わらなかった方は範囲指定当連インプットにしてください。範囲指定当連は範囲が指定されてるんですけれど、民法、不動産登記法、総論各論ですよ、で土地家屋調査手法、引っかい特定も含んでます。引っかい特定、土地家屋調査手法、一通り網羅した当連になってるんです。全6回ですけど、全6回で一通り範囲網羅してるんです。ということはですよ、その範囲、範囲指定当連を受ける前にまず学習していただきたいんです。範囲指定当連を受ける前にその該当範囲を勉強してから臨んでいただきたいんです。で、勉強してる間ももちろんインプットになってますし、解いていただいてその後復習するのもインプットとして使っていただける。しかも6回全部受けていただけると一通り試験範囲、ざっくりですけど網羅した学習することができるんです。なのでぜひ過去問のように解いていただいていいと思います。過去問のように。ただし皆様、一つお願いというわけじゃないんですけれども、範囲指定当連かなり不規則な当連となっております。と言いますのも、択一10問、本試験は20問ですね、じゃなくて択一が10問、書式については3問、土地、あれですね、土地、非区分、区分等3問ある変則的な当連になってます。ただ、試験時間は2時間半です。この2時間半はインプットの段階であろうと、初めやっていただいて、答案を提出する際は必ず2時間半でやってください。その先の復習に関しましては、どれだけ時間使っていただいても構いません。3時間でも4時間でもかけていただいて構いません。ただし、インプットとして使う場合であっても、最初の提出するときは2時間半でお願いします。ぜひね、そういう活用をしてください。で、インプットとして使っていただいて、次に来るのがファイナル当連になります。ファイナル当連。ファイナル当連につきましては、皆さん残念ながら、ここまでに範囲指定当連含めていいですよ。範囲指定当連含めていいんですけれども、インプットを終わらせておいてください。なぜか、範囲指定当連は、ファイナル当連です。ファイナル当連は、どうしても当連とかそういう模試とかの都合で、難易度の高い問題も含まれています。もちろん、皆様のインプットで解ける問題も含まれているんですけれども、難易度の高い問題も含まれています。そうなってきますと何が起きるのか。インプットが終えていないとですよ。インプットを終えていないまま、範囲指定当連を迎えてしまいますと、もう解くのが苦痛でしょうがなくなると思いますよ。めくるたびめくるたび、もう知らない論点何にもわからない。でも2時間半ここに拘束される、毎回8回。嫌でしょうがないと思いますよ。で、その気持ちはすごくわかります。嫌で嫌でしょうがないですよ。書いてあることわからないんですもん。書いてあることわからないのに2時間半、とりあえず空欄はダメだって言われて、一生懸命マークシート塗って、書式の答案作って、で、結果提出しなくちゃいけないから提出して、出来上がってきた成績表がものすごく低くて、これは嫌になりますよ。なので
できる限り、もう可能な限りファイナル討論の前には最低限インプットを終わらせていただく。でインプットを終わらせていただかないと、さらにもう一つ問題点がありまして、ファイナル討論で本当に抑えなくちゃいけない論点と、まあここはいいよねっていう論点の区別がご自身でつかなくなっちゃうんですよ。インプットを終えられている方でしたら、あれなんか見たことないなって、もちろん講義聞いていただければこれは別に今ここで抑えていく必要ないよねってことはお伝えしてくれるかと思うんですけれども、やっぱりご自身で解いててなんか知らない論点あるな、まあいっかって、例えば解いてる途中でも飛ばしたりできるわけです。それがもう何もわからないと全部が大事に見えちゃうんですよ。もう A ランクから C ランクから何から何までもう必要に感じてしまう、大事に感じてしまう。それだとやっぱり復習もしづらいです。なので最低限、理想はですよ、範囲指定討論の前5月末までにインプットを終えていただく。ただそこまでで終えられなければ、もうそこで終えるって思ってしまいますと、逆にそれもね、終わってないとプレッシャー感じちゃいますので、範囲指定討論は最悪インプットとしても使えるんだ、まあ、理想は5月のいっぱいでインプットを終えたいんだけどね、もしダメだったらファイナル討論まで、ファイナル討論ですけれども日程お伝えしてませんでしたね、7月の、終日約20日過ぎあたりから始まってくるかと思います。でそこまでに範囲指定討論含めてインプットをやっていただきたいんです。でもちろん先ほどお伝えしました1ヶ月で1周っていう学習もぜひ並行してやってみてください。並行して、でもちろん範囲指定討論であったりそういう討論系の復習が増えると、こっちの並行してやっていただきたい1ヶ月1周のこちらは少しペース遅くなると思います。1ヶ月でやっていたものが1ヶ月半とかかかってくるかもしれません。でもそれでいいです。まず並行して学習していただく、ぜひインプットファイナル討論までに終えていただけるようにぜひお願いいたします。もう一つ、今年明けからのお話をちょっとさせていただいたんですけれども、年明けからのお話をさせていただいたんですけれども5ヶ月ってお伝えしました。でもこの動画ご覧になられている皆様、例えばもう早い段階から、すごく早い段階で10月の終わりぐらいからとか、例えば11月もう頭ぐらいから始められます、もうこの動画見てもう本試験からすぐ学習再開してますっていう方もいらっしゃると思います。でそういう方は11月12月の間に1ヶ月もうぜひ試してみてください。メインは過去問になるかと思います。過去問ぜひ、で本試験の復習ももちろんやっていただきたいです。本試験終わった後、令和4年度の本試験ですね、受けられてると思います。で受けられてる方はぜひ本試験の復習もやっておいてください。で11月12月中に1ヶ月で1周するってどんな感じかなって、でもしなんか1ヶ月半かかっちゃったとかってそうなったとしましても、まあ、修正するなり、まあ、そのまま少し早い段階で行ってるので1ヶ月半の学習サイクルで行ってもいいと思います。ぜひ早い方はねやってください。で先ほどちょっとお伝えし忘れたんですけれども、なんで2週間とかでサイクル回しちゃいけないんですかのもう一つの理由に、回しちゃいけないという理由ではないんですけれども、回せない理由と言いますかね、ぜひ皆さん本試験の過去問、これから過去問解いていただくことになろうかと思うんですけれども、過去問解いていただいたら、で解説を見て、でこれからお伝えするんですけれども、ベーシックテキストに該当論点戻っていただいて読んでいただきたいんです、その該当箇所で。その上で解く時間、解説テキストを読む時間、確認していただく時間、これは最低限同じぐらいの時間をかけてください。解く時間と解説読む時間ならば、解説やテキストを読む時間の方を多くしてほしいぐらいです。解くということは、すごく皆さん解いてるとテキスト多分ダーって読んでるよりもすごく時間経つのが早いと思います。問題を解いてるってなりますと、でそうすると学習した気にはなるんです。で実際学習にはもちろんなってるんですよ、なってるんですけれども、実は大切なのは解くことそのものよりも解いた先の理解にあるんです。理解とは何ですか、それが解説であったり該当箇所のテキストを読んでいただくこと、ここになるんです。なので最低限は同じぐらい、解いた時間と解説テキストを読むのは同じぐらい、もっと言ってしまえばこっちは倍ぐらい時間かけてもいいんです。ですので2週間でそれを回すのはちょっと厳しいですよねっていうことも含めて、1ヶ月で1周という学習をぜひやってみてくださいっていう、これが私の今おすすめという形でご紹介させていただいております。